武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、駒澤大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、時間60分で大問4題、全学部、一般、共通となっております。で、まあ、特徴としては資料問題の出題率が高いです。特に一般では、かなり資料が出やすくなっています。で、全学部に関しては出てない年もあるんですけども、ただ、まあ、出る可能性は高いのでしっかりやっておいた方がいいかとは思います。で、問題の構成としてはですね、大問ごとに、その選択肢が大問1個まとめてこうずらーっと一気に出てくるみたいな、中での選択式と、まあ、正誤問題なり、の問題が組み合わさっているような形ですね。で、このその選択肢、大問のその問題そのものの選択肢は全部ワンセットで出てくるっていう形式。まあ、これは慶応なんかでもね、出してたり、しますけれども、ただここの選択肢は割とその、なんていうか紛らわしいのがかなり少ないので、まあその問題ごとに、まあ、これとこれしか入らないだろうとか、これしかないだろうみたいなのは結構選びやすくなっているので、基礎知識さえちゃんと入れていれば、問題なくいけるかとは思います。で、中にはそのいやこんなん知らないよみたいな用語も入ってたりするんですが、それが分からないと解けないかと言われると別にそんなことはないので、分からない用語があるにしても周辺情報で十分正解できるようになっているかと思います。なのでレベルとしては日大レベルの参考書をしっかり仕上げておけば十分対応できます。で、資料問題が出やすくなってますので、特にその一般を受ける予定の人、一般の日程ですね、 T 日程、 S 日程の T 方式、 A 方式の方を受ける場合には、日本史資料問題一問一答完全版など使ってですね、まあ、その中の品質の方の資料ですね、星3と星2とか あのよく出る資料の方だけでもやっておくとやりやすくなるかなと思います。まあ、最悪基礎知識さえあれば対応できなくはないですが、あった方がかなり解きやすくはなると思います。以上が日本史の勉強となります。